こんにちは。今回はですね、久しぶりにゾゾタウンでお買い物をしたので、こちらの購入品紹介をしていきたいと思います。ちょっと前に衣替えをして、夏服のも結構着ないものがあって、パッパカパッパカ捨てたんですよ。買い足そうかなと思って、今回ゾゾタウンさんを利用させていただきました。すごくいい買い物ができたんじゃないかなと思いますので、もう早速紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。ではスタート。ではまず1個目、はい、こちらです。ストレッチタックテーパードパンツということで、お色味はモカになります。ベージュに近い色で、ちょっとだけなんか光沢もあるよねっていう感じのこのパンツを買ってみました。ちょっとこれガサゴソうるさい一回下げます。はい、これを買いました。ストレッチが効いているテーパードパンツで、動きやすく楽に履いていただけますっていうコメントが書かれています。で、素材がポリエステル、夏でもさらっと履きやすいかなっていう感じです。ワンポイントのスリットがあったりして、これだったらスニーカー履いてもいいし、ミュールとかサンダルとか履いてもいいんじゃないかなと思います。カジュアルにもおしゃれな雰囲気で大人っぽくコーディネートするのもいいんじゃないかなと。ボタンとフックがついていて、ジッパーで、後ろがゴム素材だから食べ過ぎても平気って感じかなで、ポケットが両側にありまして、後ろにもポケットがある。珍しいね、後ろは結構飾りポケットっていうことが多いのに、だからポケット4つついているパンツになります。はい、というわけでこれがまず1着目でした。はい、続いてサイドスリットボーダー半袖 T シャツということで、こんな感じになってます。クルーネックのちょっとなんかこう切り返しが割と肩よりも下で、二の腕ぐらいで切り返しがある、ちょっとダボっとした感じで着られるトップスになってます。そう、ゴブ丈のワイドスリーブのゆったりとしたトップスになってます。パンツにインしてもいいし、割とスリムなものだったら出しちゃって着てもいいのかな。そうね、これもデニムに合わせてもいいし、例えば黒のタイトスカートとか合わせて着てもらって、でパールのネックレスとかしたらちょっとこうおしゃれな雰囲気にもなるんじゃないでしょうか。素材はポリエステル 100% なので、これもさらっと着られると思います。体のラインが出るようなピタッとしたトップスだと汗もかくし、気になるところだけどこれぐらいダボっとしててくれるとすごくなんか私としては安心いろいろ安心で、着回しもできそうなので、これはね使えると思います。さっきのパンツに合わせても良さそうですね。はい、でちなみにこれ最後にお色味はベージュにブラウンのボーダーです。サクサクいく。はい、次、はい、こちら、フロントのロゴが可愛くない？これコールドビアーズチーズバーガーフライドチキン、どんだけ食いしん坊なのっていう感じなんですけど、まず私ピンク色は好きなんだけど、小物とかで持ってるのは好きなんだけど、自分がこう着用するってなると気恥ずかしいじゃないですか。私言うても43歳、もうすぐ44歳っていうお年でございますので。でもこのピンク、ちょっとこのサーモンピンクをくすませたようなこの色、これがもうめちゃくちゃ可愛いと思って、これは結構前から、去年ぐらいからこの T シャツ可愛いなってずっと見てたんですよ。 ZOZO タウンのアプリのお気に入りにずっと入ってたんですよ。いつか欲しいな欲しいなと思ってたんですけど、もう今回すごいなんかお値打ちになっていて、確かね4908円が2200何円になってたの、半額ぐらいになっていて、今買わなきゃと思って買いました。そう、このね裏のプリントも可愛いの、これわかるかな、メニューになってるのディナーメニューってなってて、バーガー&サンド、クラシック、ビッグジム、キムチパーティーメルトとかいろいろ書いてあるんだよね。ピザとかドリンク、デザート。でこれはコットン 100% なので、これもザブザブ洗えて、そう、そんな感じで着
蓋をしたいなと思っている T シャツです。さて次、はい、こちらは本当にシンプルな真っ白な T シャツです。本当あの何の変哲もない T シャツなんですけども、これチャンピオンの T シャツなのよ。ここにね刺繍というかワッペンワッペンって言わないよね。これもさらっとあのデニム合わせてもいいし、スカート合わせて、まあ、何でもいいですよ。これは本当何でもさらっと着られる1枚で、なんか夏ってやっぱりこう白い T シャツ1枚は持っていたいじゃないですか。真っ白のなんかワンポイント欲しいなと思って探していたら、ちょうどあのチャンピオンの T シャツがあって、あこれいいじゃんと思ってポチりました。すごいお値打ちだったはず。これもあそう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 、これがこれなんで買ったかっていうと999円で1000円切ってたんですよ。もう買わなきゃと思って買いましたっていう T シャツです。はい、では続きましてはこちら、これもう紹介するほどのものでもないんですけど、はい、こちらブルーライトカットメガネです。私もともとこの黒縁のブルーライトのメガネを持ってたんだけど、なんかある日見たらここが折れてたのね、ポキって途中から。でえー、みたいな、もうこの間のガラス器事件ではないけども、多分私がこれはね雑に扱ったせいで折れてて、あーしまったなと思って普通に買いました。こんな感じのメガネです。私ねメガネ似合わない顔なんだけど、どうもこの黒縁メガネはなんか似合うのね。あれちゃんみたいだけども、これはねあの仕事中にパソコンをよく見るので、あのどうしても欲しくて買いました。これはね1540円でした。はい、次、続いてはこちらミドル丈の無地のクルーネックの、ビッグサイズの T シャツです。本当に大きいし、なんかなんなら私今日こんな色ばっかり買ってる、ベージュ系を買ってる。これはとりあえず無地のトップスが欲しかったのね。私結構柄物だったりちょっとデザイン性のあるものを多く買いがちなのね。でなぜならば今お休み中だけど、まあ、6月やるんですけど、カメラマンの陽介くんとの月一の撮影があるので、衣装集めっていうこともあって、なんかこうインパクトのある衣装っていうかお洋服を買うことがちょっと多かった時期があって、でもなんかそれってあんまりこう着られない撮影目的だったりとかプライベート休日のお洋服としてはとても優秀なんだけど、職場に着ていくにはちょっと派手だよねとか、ちょっとなんか露出が過ぎないとか、そういう問題が結構あってあのザ海に行くの、リゾート地に行くのみたいな服が結構あって、そうではない、たとえこれ一昨日着てたとしてまた今日着ていっても別になんとも思われないような地味な服が欲しいなってちょっと思ったんですよ。なのであのこのトップスを買ってみました。これちょっと大きいな、これ着たらあのお尻丸ごと隠れるぐらいのサイズ感だと思います。隠してほしいところ隠してくれるっていう、こう二の腕とかも隠してくれるし、まあ私の体型もカバーしてくれるっていう、あの言うてしまえば優秀なやつですよ。でこの辺にこうネックレス垂らすなりで、こう髪を こうまとめて大ぶり のイヤリングするなりしたら素敵に着こなせるのではないかなと思って購入しました。生地はね綿 100% でリブのところが綿とポリウレタン、ここねちょっとこうストレッチが効いてるとこ、ここだけポリウレタンがちょこっとだけ含まれていますよっていうトップスになります。でも私この色すごく好き。どうでしょう、良さそうじゃない。よし、これも着るの楽しみ。はい、では続きまして、ブルーの生地になんかオレンジ色の葉っぱがプリントされたシャツになってます。そうだからこういうのを買っちゃうのね。これさ職場で着てたらどうこれちょっと浮かれすぎだろってならない？でも私こういう柄すごい好きで夏は特に着たくなっちゃうんだけど、どうですかね。可愛いでしょ、可愛いのよ。可愛いんだけどさ
目立つし、あなた何しに来たって感じじゃないですか。別にうちの職場は結構こういうの着てっても何も言われないと思うんだけど、ちなみにこちらは、ポリエステルが 100% です。なのでシワにもならない、クシュクシュってしてもシワにもならないし、だから旅行とかに持っていくにはいいかもしれません。これはもうシンプルにさっきのベージュのパンツ合わせてもいいと思うし、黒いワンピースとかにさらっと羽織ってもいいのではないでしょうか。めっちゃかこれになんか短パンとか履いてね、サンダルとか履いてね、いいじゃないですか。いっぱい着回しができるように頑張ります。はい、こちら続いてはプリーツシャーリングハイネック半袖シアープルオーバーって書かれてるんですけども、グレーのこうシャーリングの効いた生地、ちょっとこう透け感のある生地のトップスなんですけど、こんな感じになります。これはねすごいもう可愛いと思って買ってしまいました。これも確かお値引きがされていたはず。だからここもここはちょっとねこう首が立つ感じなんですよ。これぐらいかな、多分着たらこれぐらいなんですけど、ここにこうパールのネックレスをしてみたりとか、今日私パールの、ね、イヤリングしてるんですけど、こういう感じで着てみたらどうかなと思って購入しました。シンプルなお色味なんだけど、実はこうデザインが施されているので、なんかちょっとこうこなれ感というかおしゃれさんみたいな感じが出るんじゃないかなと思って買いました。可愛くないでこれにワンピースとか黒のタイトスカートにヒールとか合わせて、なんかデートコーデ、デートの予定なんて何もないんだけどもっていうのをやってもいいんじゃないかなと思って購入しました。しかもすごい伸びるし着やすそう、苦しくなさそうで、ただこれはねすごく透け感があるので、中見えてもいいインナーを着ることをおすすめする代物ですはい、こちらと靴を買いました。靴っていうかサンダル、こんなサンダルミュールを購入しました。ここがストラップがついていて、ここから足入れてって感じなんですけど、こういうの買うの久しぶり。もう低いけどヒールがこれ何センチかな、一応こっから出すと5センチぐらいあるのかな、のヒールのサンダルです。カジュアルなデニムとかパンツなのに、こう足先だけこう女感を出すというか、色っぽさが出るというか、そう、そういうコーデをね今年は楽しみたいなと思って購入しました。はい、もう一足サンダル買いました。こちらになります。今度はグリーンですね。なんか夏らしい色でしょ。ヒールはチャンキーヒールっていうのかな、結構安定ちゃんとしてくれるようなヒールになっているので、ガシガシ歩きたいけどもサンダル履きたいよって時にはこれを選んでいこうかなと思います。そう、ここに親指入れて4本指はこっちみたいなデザインでございます。これはすごい楽そうじゃない、その辺に行くのにパパッと履けそうで、ここの部分もなんかすっごいもちもちしてるので、多分足も疲れにくいんじゃないかなと思います。で最後ね、最後はこちらポイント半袖ニットっていうことで、何がポイントかっていうと、後ろがねこんな風に開いててリボンが結べるっていうデザインのサマーニットになってます。でサマーニットっていうだけあって本当にねめちゃめちゃ透け感があるので、中に見えてもいいインナーを仕込みまして、こう羽織るって感じですね。少し長めの二の腕も隠してくれるニットになってます。これはアクリル 100% そうなの、ちょっとね重めの生地なんだよね。サラってよりかはこうしっかり着られる感じです。でもこれは着用画像があるんだけど、黒いパンツにスラッと羽織って、でモデルさんはね白いほんとこんな感じのブラをつけていらっしゃるんだけど、私はちょっとそれは恥ずかしいので、黒のしっかりとしたお腹まで全部隠してくれるのを着て着ようと思ってますけど、これも可愛くない？セクシーすぎない大人のセクシーみたいな感じで着られるんじゃないかなと思います。はい、ということで以上11点、合計金額が 16,600 円
のお買い物になりました。結構着回しができそうなものがいっぱいあったので、スタイリングを考えて、この夏、あの秋涼しくなるまで着倒して いきたいと思います。で、今度の撮影でも何着か着用できたらなと思っていますので、ぜひ今後の動画もお楽しみください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。